思議なものです。ラクリモサを止められたとしてもこの村を去らないといけないのですね。それはそれで残念に思います。皆さんと作った村だからでしょうか。そうでしょうか。だとすれば漂流村の皆さんとアドル、あなたのおかげですね。ここへ来た時は父への思いや家のことであなたに当たり散らしてしまって、私は貴族で亡くなることが、貴族の誇りを失うのが怖かったのでしょう。それが父が最後に私に残してくれたものだから。それなのにこの島で出会った皆さんと来たら、これだけいろいろな方が揃っていて、それぞれが自信を持って立派に生きている、私はそれに翻弄されながらも気づかないうちに救われてきました。今の私なら理解できます。人はどんな状況にあっても誇り高く生きることができるのだと。だからあなたには改めてお礼を言っておきたくて。あなたは時々顔に似合わない冗談を言いますよね。どうしてそんなところまであの人に。まったくもう、この先何があっても後悔がないよう伝えておこうと思っただけです。その確かに感謝以上の気持ちもないわけではありませんが。何でもありません。さあ、ドギたちが村を守っている間に私たちも役目を果たさなくては。アドル、最後まで共に全力で戦い抜きましょう。古代種たくさんたくさん古代種、俺様うんざり、アドルもうんざり。ありがとうありがとう、こちらこそありがとう。俺様見守る、お前たち頑張る、森人つらいか。そうだな。今お前たちいる、ダーナ嬉しい。俺様夢見る、お前たちの夢見る。でも夢いつか終わる、夢の続きとなる。俺様アドル好き、アドル頑張れ、俺様見守る、俺様応援。
どうした？ああ、そうさせてもらう。運び屋は素性を語るべからずだが、お前には随分と世話になった。そのなんだ、知っておいてもらいたくてな。そう、俺が運び屋をトラバルトを受け継いだ経緯を。闇の世界の運び屋として代々歴史の陰で暗躍してきたトラバルト家。俺はそんな悪の象徴とすら言える家柄、そして当然のようにそれを受け継いだ父を軽蔑していたのだ。そんな中、俺はまだ10歳にも満たない年齢だったが、ある時父との喧嘩をきっかけに俺は家を出奔した。幼かった俺に行くあてなどなく、すぐ路頭をさまよう羽目になった。その時だ、とある老夫婦が震える俺に声をかけてきてな。幸いにも二人が営む小さな孤児院に引き取られることになったのだ。孤児院には様々な事情を抱えた子供たちが多くいたが、俺を含めた新入りはどいつも未来に絶望した表情をしていた。そんな俺たちを見て院長が連れてきたのが大道芸人だ。ショーが始まるとたちまちのうちにみんなの目が輝き始めてな。まるで魔法にでもかけられたように笑顔が広がっていったのだ。そんな光景を目の当たりにし、俺は大道芸人に憧れを抱き、やがて自立できる年になるとそのまま大道芸人になることを選んだ。正直おどけたりするのは柄ではないからな。だが子供たちのいろんな反応を見られるのは楽しみでならない。それから数年が経ち、大道芸人としてある程度知られるようになった頃、俺は偶然父と再会することになる。路地裏で再会した父は一目で致命的と分かる傷を負っていた。道化師の格好をした俺を息子だと分からなかったのだろう。運んでいた荷物を託すと、そのまま静かに息を引き取った。これが闇の世界に身を置いた者の末路。荷物も真っ当なものではないだろう。だが最後の頼みくらいは聞こうと、俺はその荷物を届けることにした。届け先は闇医者であり、荷物は確かに非合法のブーツだという。しかしそれが当時流行していた疫病の薬であったと後で知ってな。くしくも俺の芸を見に来ていた子供たちもそれによって救われたというのだ。その時俺は闇の世界にも志のある人間がいること、さらに遺品である父の手帳や闇医者から一族が時に歴史を支えてきたことを知った。俺はその時になって初めて父を理解し、涙を止めることができなかった。そうして俺は新たなトラバルトとなることを決意したのだ。俺らしい。昔からあらゆることをきちんとしなければ寝つけなくてな。お前には話しておかなければどうにもよく眠れそうにない。ともかくこれが俺という人間だ。改めてどうか最後まで。アドルとヒュンメル見っけ。何やらこそこそ怪しいぞ。そろそろ下に戻るとするか。アドル、どうか
最後までよろしく頼んだぞ。
我が一族の栄光を語るのは実に久々であったな。そう、私は誉れ高きロムン帝国貴族なのである。その歴史と栄光は未来永劫不変の不変だというのに今やどうだ、このような島で得体の知れぬ獣の襲撃に怯えて過ごさねばならん。せめて家臣たる貴様に報いようとも褒美を受け取ろうともせん。ああ、このままでは一族の歴史が。あの、なんだと。私の力とな。それならば受け取ると申すか。しかし私の力といえば我が領地にいてこそ震える。お、アドルとカーラン教とは珍しい組み合わせだな。大男に憲兵か、何をしに参った。ふん、牢城が続いているせいで必要な物資が不足してきちまってな。計画をいろいろと見直そうと思ったが、どうもこういうのは苦手でよ。見せてみるのである。あ、ああ、ちょっと待ってくれ。ナットラーン。え、ここはもっと切り詰められるはずである。それから漂流者の人数を考慮すればこれくらいの量は。おお、なるほどな。これしかねえというくらい見事な計画書じゃねえか。これに沿って進めてればもうしばらくはなんとかなりそうだな。おお、当たり前だ。この程度は我が父君に散々仕込まれたのである。お前たちこんなものが必要なのか。認めたくはねえが、あれば非常に助かるのは確かだ。ひらめいたのである。アドル、この計画書を褒美として使わすのである。何のことかわからんが、とにかくありがたいぜ。そうであろう、そうであろう。やはりお前たち民衆にはこのカーラン様の力が必要なのだ。我が一族の栄光は地に落ちてはいなかったようであるな。さあアドルよ、お前も早く行ってなすべきことをなしてくるがいい。また功をあげれば褒美を取らせんこともないぞ。分かっておる。
新章出伐を徹底してこそ主君の鏡と言えよ。ありがたく思うがよい。よちよち、ゆっくり見てください。またいらしてくださいね。なかなかのもんだね。だがこの私に最後までついてくるとは、さすがはアドルだ。いいね。そうさ、その息さね、アドル。しかし私もまだまだ捨てたもんじゃないよね。10年前に
決定的な老いを感じて一度は身を引いたが、この島へ来てからはなんだか若返った感覚があってね。確かに筋力は昔より衰えちまってるが、むしろ動きの無駄は減ったみたいなんだ。古代種相手の戦闘がどうにも効果的だったみたいだね。で、ここからが本題なんだが、実はついさっき心に決めたことがあってね。アドル、私はコロセウムに復帰するよ。お前さんにそう言ってもらえると自信になるね。実はこの10年どこかで引退したことを後悔していてね。だがこの島の環境とアドルたちのおかげでやっとこさ自分を取り戻せたんだ。そんなわけで島から出たら早々に復帰せんだ。まあもう一度やると決めたからには、次は死ぬまで現役を通す覚悟だ。いつかロムンに立ち寄る機会があれば私の勇姿を見においで。しかしお前さんほどの剣士を埋もれさせておくのは正直もったいないね。どうだい、私の口利きでコロセウムに出てみる気はないかい。お前さんの実力なら最強の剣闘士だって夢じゃないはずだよ。なる気はないようだね。最高だよアドル、さすがは私の見込んだ男だ。ますます惚れ直したよ。まあとにかく島を出るまでよろしく頼むよ。私も骨身を惜しまず力を貸すからね。